DBC レースから来ました大野博正と申します。最後のセッションということでお疲れのところなんですが、ちょっとそうですね、予定よりは早めで、15分ぐらい早いんで、そのぐらいおよそ2時間弱ぐらいになると思うんですけど、お付き合いください。それではですね、私PDF の資料がありませんので、こちらのアジャックス50のページにまず皆さんたどり着いていただいて、ここにたどり着けない方いらっしゃいますか？大丈夫ですかね。で、先ほどもちょっと一回午前中トラブルあったんですけど、トラブルというかインターネットエクスプローラーでやると一部出たり出なかったりする場合があるので、Firefox かもしくはなんかサファリが入ってるっていうことなんで、どちらかの方がいいのではないかなと思いますんで、私は今これ Firefox でやってますが、どちらかがおすすめです。よろしいですかね。それでですね、私のはこの下の方のプログラムのところの、遺伝子発現 DB 解析ツールの紹介ということで、リンク貼ってますので、ここをですね、全部そうなんですけど、ここ押しちゃうとですね、こう上書きされちゃうので、今回このページはいいんですけど、私のページから飛ぶときは右クリックしてリンクを新しいタブで開くみたいな風にすると、隣に新しく出てきます。で、前のページがこう残ってますので、この AJAX50 の炎ってページがあるんですけど、このページはずっと残しておいた方が、あれじゃあどこに行ったっけっていう話にならないので、このページを残しておかれるといいと思います。で、ここにですね、今目次と書いて、結構たくさんこうあるように見えるんですけど、これ必ず今全部今日やるわけではなくて、時間の許す限りですね、いくつかかいつまんでですけど、紹介をしていこうと思います。で、基本的にはあんまり私が喋っててもしょうがないので、皆さんに手を動かしていただいて使ってもらうと、我々使い倒すなんていう言葉をよく使うんですけれども、使い倒してもらって、で、遠慮なくですね、途中で止めて、皆さんで問題解決していきながらやっていきたいなと思います。で、これでそれぞれクリックするとそのところに飛ぶんですけど、まず最初にですね、講習に際しての注意とお願いってことなんですけれども、今日は結構その少数精鋭でですね、人数もそんなに多くないので多分大丈夫だと思うんですけど、これがですね50人60人とか100人とかになると、ここに書いてあるようなですね、みんなで同時にアクセスするとサイトにつながりにくくなるというようなことが起こります。で、例えば皆さんご存知の NCBI ってあるじゃないですか、パブメドとか、あれをですね100人とかで一気に行くとですね、NCBI の方からこうアタックを受けたと思われてですね、一定時間アクセス禁止になるっていう、それ研究室だけないんですけど、その大抵はやっぱり大学のネットワークを介して NCBI にアクセスするわけなので、そうすると例えばここだったら帯広畜産大の帯畜 .ac.jp みたいな URL は全部シャットダウンみたいな風になるんです。で、そうすると他の研究室から怒られるみたいなことがですね、可能性としてはあるわけなんで、NCBI なんかはもうちょっとサーバーなんかも、結構堅牢なんですけど、我々のやってるサービスはまだまだ、ちょっと小さいところもありますので、今日ぐらいは多分大丈夫だと思うんですが、それでもですね、こう見ながらやってるとサイトの反応が悪いとか、なんかちゃんと返ってこないぞとかっていうのが、多々あると思うんですけれども、そういう時にですね、ここにちょっと書いたんですけど、タイミングをずらしてやってみると、みんな一斉にクリックすると、ちょっとサーバーはそれぞれ皆さんにこう応答しなきゃいけないので順番待ちみたいになって大変ですので、ちょっと待ってみるというのが一つ。もう一つはですね、よくいらっしゃるんですけど、反応がないからといってですね、こう何度も連打する方がいらっしゃるんですね。こう連打するゲームではありませんので、ますますね、繋がらなくなりますので、ちょっと遅いなと思ったら少しこうおおらかな気持ちでですね、ちょっと生温かく見守るという態度で臨んでいただければ幸いです。で、あと一つ、これ全部そうなんですけど、分からないことがあったら、今回ちょっとあんまり皆さんおとなしくてですね、皆さんこう、真面目にやっていただいてるんですけど、全然もう途中で止めてください。私
喋ってる途中でたあの止めていただいて構いませんので、どんどんあの止めてください。でまああのここに書いたんですけど遠慮は無用ですということで、まあ、そのために講習会をですねあのやってるところもありますのであのぜひともよろしくお願いします。であとですね、まあ、これから講習に、まあ、入っていくわけなんですけれども、まあ、基本的には基本的あの私が紹介するやつはクリックしたりコピペしたりするだけで使えるようなあのものを紹介していくんですけど、まあ、そうは言ってもですねあの、まあ、いわゆるその生物の知識というかあのデータベースの知識っていうんですかねっていうのがやっぱあった方があのより知識が、理解が深まるというふうに思いますので、もしちょっとバーッと見てみてちょっと怪しいなとちょっと何言ってるか分かんないな何書いてるか分かんないなっていう場合は、まあ、この辺のですね遺伝子 DB 遺伝子の DB ウェブツールの基礎っていうのをですね、およそ2年ぐらい前にやった回がありまして、ここでは何を紹介したかっていうとですね、例えば遺伝子を探すには何で探したらいいのみたいな、もう本当に基本的な話です。 NCBI のこれ今アントレって書いてあるんですけど、今アントレっては言わなくなったんですけど、まあ、NCBI のヌクレオタイドってとこから探すんだよとかで絞り込むにはどうしたらいいんだよみたいな、まあ、こういう、まあ、皆さんあの多くの方はもう日々やられてるあの形だと思いますので、あの必要ない方はあの全然読み飛ばしていただいて構わないんですけど、ちょっとこの辺不安だなっていう方はこの辺をあの見ていただくともう少し分かりやすくなるんではないかなと思います。あと例えばまあ遺伝子の ID、まあ、データベースを使うと必ずその ID の話が出てくると思うんですけど、僕ら結構簡単にアクセッションはナンバーとか ID とかレフセックがなんとかとかって言っちゃうと思うんですけど、まあ、そんなようなここに書いてありますけど、アクセッションナンバーっていうのはこういうことだよとかと、よく出てくるレフセック ID っていうのは何なんだよ、まあ、どういうものなんだよって書いてあります。あとまあシンボルとか寺院の ID っていうのがありますけど、まあ、それぞれ別々なんですけど、まあ、それぞれどういうところを意味した ID なのかなんていう情報がまあ簡単にまとめられてますので、まあ、この辺ご覧になってください。まあ、あとそれぞれまあどういう対応がなってるかなんてのをこう絵で示してますけど、まあ、こんな風な感じになっています。あと下の方はまたちょっと後でお話ししますので、まあ、大体この上のあたりをちょっとまあ見といていただいて、この辺まあ全然 OK だよっていう方はもう本当に楽勝についてくれる内容だと思います。であとですね、あの今回帯広畜産大でお話をいただいた時に、そのやっぱり何でしょう、ここが、まあ畜産学科、畜産学部でしたっけっていうことで、まあ、獣医の獣医学科ですとか、あと、まあ、農学部とかああいう系の方がいっぱいいらっしゃるっていうことで、あそうだ、私ちょっとごめんなさい、自己紹介を遅れましたが、ここにリンク先大野広正というのがありまして、私の情報が載っております。でなぜ私がですね白羽の矢が立ったかというと、私も実はあの皆さんの、まあ、同類というかですね、あの日大 の、 あの生物資源ってこう昔 の、 あの農学部、あ農獣医学部ですねにあたる、今ちょっと生物資源科学部なんていうなんかちょっとそれっぽい名前になってるんですけど、昔はそういう名前のところであの学んでおりまして、まあまあそういう関係もあってですね、あの僕はもともと下の方に何を研究してたかっていうと、豚を使って豚の成熟脂肪、まあ、脂肪細胞っていうのを使ってですね、まあいろいろ文化とか脱文化とかそういう話を、まあ、マイクロアレイ解析なんかをしてですねいろいろやっていた経緯がありまして、まあ、いわゆるその非モデル生物っていうんですかね、まあ、モデル生物っていうと、まあ、人とかマウスとかあと植物だと例えば白犬ナズナとかっていうのがまあ代表的なモデル生物ですけど、まあ、そうではない非モデル生物、まあ、豚なんかもまさにその一つなんですけど、まあ、豚のマイクロアレイを例えばやった時にやっぱりその今日あの川野さんの回でアノテーションなんて話がありましたけど、やっぱりその非モデル生物の弱いところはやっぱアノテーションがあんまり良くないというところがあるんですけど、まあそれをじゃあどうやって克服していくかっていうようなところを私なんかはやっていたんですけど、まあそれに類する話をいただいていたところもありまして、そんな時にですねここに書いてます、非モデル生物のデータをモデル生物のデータに見立てるための ID 対応表っていうことなんですけど、まあ、つまりどういうことをすればいいかって言ったら、まあ、
非モデル生物のアノテーションがないならモデル生物のデータをですねアノテーションをちょっとお借りしてこうデータを見立ててですね例えばケッグに投げるなり何に投げるなりみたいな感じにすればある程度その見通しは立つんじゃないかというようなあのことをやってましてですね、まあ、そんな講習会の内容も実はこれも2年ぐらい前なんですけど、やっております。でこれがコマンドラインで遺伝子配列を解析するとちょっとなんだなんだコマンドラインとかちょっとやだなとか思われる方いらっしゃるんですけど、まあ、そんなにこれも難しくなくてですね要は皆さんのブラストって配列類似性検索をやられると思うんですけどあれをですね要はそのウェブで一個一個やってたら結構大変なんですけどそれぞれ皆さんのこうデスクトップなりノート PC にですねブラストをインストールしてでそこでやるとそこでブラスト検索を自分のために作って自分で検索するっていうことをすれば結構簡単に非モデル生物とモデル生物の ID をこうマッチングするみたいなブラスト検索で対応付けをするみたいなことがまあシステマティックにできるようになってます。なので、まあ、もしそういうことをちょっとやりたいなというようなことが、まあ、何人かいらっしゃるような話をちょっと聞いてたんで必ずしも全員じゃないと思うんですけど、まあ、そういう方はですねちょっと今日時間の関係でこの辺はこれ実は3時間かけてやりましたけど、導入からですね実際にデータの後の処理までやっておりますので、まあ、この辺見ていただくとですねできるようになりますので、まあ、もしご興味ある方はこの辺をぜひご覧になってください。でローカルブラストもですね実はこの当時とまた少しアップデートがあってですねこの通りやってもできない、ところもちょっとただ出てきてるんですけど、まあ、その辺はうまくですね、まあ、Google 検索するなりすれば情報が出てきますので、まあ、そこをちょっと乗り越えていただきたい必要があるんですけど、まあ、原則的にはそんなに変わってないのでこの辺をご参考いただければなと思います。あとですね、今日は長崎さんが先ほど次世代シーケンスの実際のその解析パイプラインの使い方ってことでいろいろ実習形式でですねやったわけなんですけど、まあ、それ以外にですね例えばそのじゃあもうちょっと次世代シーケンスのデータをこう自分のデータと例えば比較したいよとかっていう話になってきた時にですね、まあ、じゃあ実際次世代シーケンサーの NGS のデータってどのぐらい数があって、まあ、どのぐらい使えそうなのかみたいなのを見る機会が出てくると思うんですけど、まあ、そんな、まあ、結構こういう要望って多くてですね皆さん注目されているところだと思うんですけど、そんなような内容ですねこれ実は2ヶ月ぐらい前に信州大学の医学部でやった内容なんですけど、まあ、これざーっと見ていただければですねこの回もウェブで全部資料が載ってますので、まあ、例えばここの参考の URL でいろんなこういう NGS データの探し方だったり実際に検索したりちょっとした解析をしてみるなんていうのだけであればもうこの辺の参考 URL をですね上から見ていけば一通りのことはできるように今なってますので、まあ、この辺資料として使っていただくのももちろん構いませんですし、あともうちょっと下の方に行くとですね、まあ、次世代シーケンサーみんな言うけど実際何がどう違うんだみたいな、まあ、簡単な原理的な話なんかもですねこの辺に載っておりますのでこう見ていただく、まあ、この辺の話はちょっと時間の関係で長崎さんの回ではすっ飛ばしたところあるんですけど、まあ、実際のこの何が新型次世代なのかみたいな話からですね始まって、まあ、どういう経緯で今こういうふうになってきたのかでデータがどういうふうに溜まってきているのかなんていうのは細かい話をですねこう結構こと細かにやっておりますので、これも今日ちょっと時間取れなかったんであれなんですけどこれずっとこのページは残ってますのでお時間ある時にでもですね見ながらちょっと読み物として読んでも結構楽しい感じになってますのでぜひ見てみてください。ということで、じゃあお前は何をやるんだという話なんですが、まあ、時間の関係もありますので、まあ、私がやる回はですね、研究現場で頻繁に使われるデータベースやツールを知るということで、まず一つ目は、ちょっと先ほど串田さんのところに出てきましたけど統合 TB っていうのがあってですね、まずこれを知って帰っていただければまず一つ私がここに来た回があるのかなというもので、逆にその統合 TV 知ってたよって方いらっしゃいますか？
ありがとうございます、はい、そうなんです。これですね、あの我々あの DBCLS っていう謎の組織から来たんですけど、あの DBCLS 知ってますかっていうと誰も手が上がらないんですけど、統合 TV はねこうやって結構半分以上手が上がるんですね。ということで、あの組織よりも有名なサービスの一つということで、あのおかげさまで皆さんに使っていただいております。まあ、半分以上の方はあの使っていただいているということなんで、あの、まあ、簡単に説明なんですけど、まあ、まあ要はそのデータベースの使い方をですね、まあ、動画でその一挙手一投足をやるというようなものです。で、じゃちょっと皆さん知ってるってことなんで、まあ、ちょっとこれを知ってるかなと、まあ、YouTube 版もありまして、本家のですね、まあ、統合 TV のウェブサイトで見ていただくのか構わないんですけど、まあ、皆さんね、あの YouTube はもう使いこなしている、もうインターネットのインフラとしてですね、皆さん活用されてると思いますので、あの YouTube のインターフェースで、まあ、統合 TV が見れるよということなので、まあこっち、まあ、どっち見ていただいても構いません。最近はですね、もっぱらなんか YouTube の方がアクセス数が結構ぐいぐい伸びてきていて、統合 TV 本家で見てる方はだいたいなんか頭打ちで推移してるんですけど、まあ、YouTube の方にだいぶ流入しているようなあの状況です。あ、でちょうどですね、あの先日2日前ぐらいに、これはいつだ、これまさにそうですね、信州大の医学部でやった時のこの講義の内容がですね、あの上がったばっかりです。でちょっとこの見て時間見てみると分かるんですけど、結構長いですね。1時間40分とかあるんで、あの本当に時間のある時にですね流していただく。例えばこれなんか先ほど私が紹介した次世代シーケンサーの回ですね、あの同僚のですね、これ中里っていうのがいるんですけど、まあ、その人がちょっとここから今声が出てますけど、もうこんな感じで今私がこう喋ってるのと同じようにですね、あの普通に見れるようになってます。で結構高画質で上げてますので、まあ、ちょっと光の関係でスライド見にくいところもあるんですけど、これはあの悪菌の話ですね。みんなでやると悪菌になるよっていう、まあ、こうあのみんなこれ私だけじゃなくてですね、みんな言ってますので、あの本当のことです。まあ、まあまあこういう感じでですね、あの雰囲気がやっぱり動画だとあの現地の雰囲気なんかも分かるので、あのこういうのをなるべくノーカットで上げておりますので、今日のこの回も数日後にまた動画になると思いますので、まあ、もしあの見逃し、あ、今回どうしても予定があって来れなかった同僚の方とかいらっしゃったら、ぜひあの動画で上がってるよなんて教えていただければ、また復習なりあのできると思いますので、ご活用いただければなと思います。あ、であとですね、これ1時間もあってずっと見てるのかったるいんだけどって方もいらっしゃるんですね。で YouTube 版だと実はそのこれ Google Chrome って入ってないのかな、ちょっとこれ Google Chrome 限定なんですけど、 Google Chrome は入ってないですね。ですね、まあ、Google Chrome もしあの皆さんのお手持ちのマシンで入れてあるマシンがあればですね、実は Google Chrome だけはですね、なんか早送りができるんです。 YouTube、まあ、YouTube やってんの Google っていうところもあるんで、あのその辺の絡みなんだと思うんですが、ちょっとこれ Firefox なんで出てこないんですけど、ここのこれは Chrome だと思ってください。そうするとこのいわゆる何でしょう、画質を変えるところ、あの皆さん画質変えたりしてると思うんですけど、ここにですね、あの再生速度変更みたいなメニューが Chrome だと出てくるんですね。そうすると、2倍速または 0.5 倍速までこう変えることができるので、まあ、例えば1時間ずっと見てるわけにいかないよって場合も、まあ、動画1時間見てる方もいらっしゃらないと思うんですけど、まあ、ちょっと喋りがかったるいなっていう場合は早送りでこう見たいっていう方がいらっしゃるので、まあ、そういう場合はぜひ Google Chrome で YouTube を見ると、倍速表示ができますので、ぜひその辺もちょっと合わせてですね、活用いただければなと思います。はい、ということで、まあ、この辺は今お話ししたような、そうですね、参考資料にしたり、あとまあ後輩指導の教材として、まあ、実際に今使われている方もいらっしゃるので、あのぜひ活用いただければなと思います。で今回の講習もですね、全てあの YouTube 版で復習ができるようになって
いますので、まあ例えば今日ちょっとついていけなかったっていう方もですね、もう一回ラボに帰ってから何回も復習できるようになってますので、はい、ぜひこれも活用してください。で、あと例えば今回大きく分けてですね、個々の遺伝子の発現プロファイルを調べるっていう課題と、あともう一つはですね、もうちょっと大きい規模で、数十、数百、数千みたいな、結構人手で一個一個やっていくのはしんどいようなものを、コンピューターを使ってですね、生物学的な解釈をするというような大きな2つをメインテーマにやるわけなんですけど、それ以外にですね、たくさんあるわけです。遺伝子発現の話っていうのいっぱいあってですね、そんな時にこういうカテゴリー分けなんかも用意してますので、今日はどちらかというと例えば、そうですね、機能別に分類したいとか、あとは網羅的に調べたいみたいなところをちょっとやるわけなんですけど、もう少しちょっと違う、何によって制御されてるのかとか、あとは分子間の関係、ネットワークとかですね、みたいなのを調べたいようなっていう場合は、なんかないかなみたいな感じでこういうところを見ていくと、ちょっとなんかキーワードがこう書いてありますので、なんかピンときたのがあったらですね、ここからピックアップをしてちょっと自分で実際に使ってみるとか、そんな風なことをするとまた新しい発見があって楽しいんじゃないかなと思いますので、こういう使い方もぜひ使ってみてください。はい、ということでちょっと長々と説明しちゃいましたが、早速じゃあ、実習に入っていきたいと思います。で、1個目はですね、最初、個々の遺伝子発現プロファイルを調べると、1個1個1つこう A っていう遺伝子はどういう発現プロファイルを示しているかなんていうのを結構調べる機会なんかは、論文を読んでて例えばよく知らない遺伝子が出てきた時に、じゃあこれ何なんだろうって、例えばパブメドで調べるっていうのも一つあるんですけど、なかなか何の論文が重要でどの論文が重要じゃないのかなんてちょっとよく分かんないんですけど、それを例えば遺伝子発現状況を見てですね、大体こうそんな感じなのかなとかっていうのを考える一つの足がかりにしていただければいいなと思います。そんなようなツールを紹介したいと思います。で、これ一つ目はレフェックスと言いまして、これちょっと手前味噌ですが、我々 DBCLS が、特にこれ私が今やってるんですが、開発しています。で、今までこれちょっと二軍扱いでですね、実はちょっと裏話をすると、もともとはこのバイオ GPS っていう方を講習に使っていたんですが、これ実は我々のライバルというか競合サービスなんですけど、今やですね、今やというかもうちょっとこっちの方がいいかなっていうふうに思いまして、自信を持って皆さんにお送りをしたいと思いまして、数回前からですね、一軍昇格をしたところなんですけど、どちら使っていただいても構いません。やっぱりね、その人によってちょっと使い勝手が悪いな、いいなっていうのがあると思いますので、今日紹介するのは一応レフェックスの方なんですけど、同じ実習用としてですね、こんなように書いてますので、こっちも使っていただければと思います。ちょっと簡単に後でバイオ GPS はやります。で、ちょっと比較していただいて、何が違うのかとか、使い勝手がどう違うのかなんていうのもちょっと考えていただければなと思います。で、レフェックスはですね、簡単にここサマリーで書きましたけれども、どういうサイトか、これ見ていただければもうパッと見て使えるようにはなっております。で、見ながらちょっと耳だけ傾けていただければと思うんですけど、これ何を調べられるかというとですね、4つの異なる実験手法、具体的には EST と、あとジーンチップ、これマイクロ RNA ですね、あと KG、 これシーケンスの方法ですね、であと RNA シーケンスの、この4つの異なる方法によって得られた、40種類の正常組織における遺伝子発現データを検索して一覧することができる、そういうようなサービスになってます。で、これそれぞれ掲載しているデータっていうのは、我々が DBCLS が、計測したデータっていうわけではなくて、もうすでにですね、パブリックになっている、どなたでも再利用できるデータをデータベースから探してきてですね、それを、我々の方で整理をして並べ替えて表示をしていると、そんなようなサイトになってます。で、オリジナルデータの詳細なんかについては、
アバウトのページがありますので、こちらに書いてありますので、興味ある方はご覧になってください。でじゃあ何ができるのかっていうところなんですけど、まあ一番大きいのは、まあこの正常組織における遺伝子発現データを調べるっていうのがまず一つあります。で4つの異なる実験手法をこう並列に並べてるので、その測定手法によってですね、この向き不向きみたいなのがあるんですね。それぞれその癖みたいなのがあってですね、いいところ悪いところあって、まあ見ていくといろいろ分かると思うんですけれども、まあそんなようなその測定手法によってどう違いが出てくるのかなんていうのも比較する1回に比較することができるというのが2つ目です。でもう一つはですね、よく実験系の人たちがよく言う組織特異的遺伝子、ティシュースペシフィックジーンみたいな、よくあると思うんですけど、それをですね、それをいわゆる今までのその実験研究で分かってきた、例えば肝臓特異的なのはこういう遺伝子だっていうのがこう分かってきたっていうのが文献なんかよく載ってると思うんですけど、そうではなくて、これはそのバイアスのない結構広い範囲で、例えば40種類の臓器を何のそのバイアスがない状態で測定したときに、組織特異的用の発現状況を示すかどうかっていうのを、実は裏で計算をしていてですね、それを簡単に今ワンタッチで検索できるようにしています。これは実習でやります。であとはですね、もう少し突っ込んだ使い方としては、例えば遺伝子発現解析とかで、100個200個、100個200個じゃなくてもいいですね、例えば10個自分のこれはキーになりそうな遺伝子だっていうのが見つかった時に、実際にじゃあ正常組織ではどうだったのかとかっていうのを並べると、頭の中で例えば、あ、実はこれとこれは今までの知見ではつながってなかったけど、もしかしたらつながりそうだみたいな、そんなような仮説生成っていうんですかね、仮説構築に役立てていただければいいのかなというようなことを目指して開発をしています。ということで、早速ですね、ポチポチ皆さんやっていただいているかと思うんですが、まず最初、実習の一番としてLFXを使って組織特異的遺伝子を検索すると、こういうことをやってみたいと思います。でですね、これも復習用動画が、すいません鐘が鳴りますけれども、構いませんので、こういう感じですね。FX の使い方、これ今年作ったやつがありますので、これを見ていただければわかると思います。でちょっとわかりにくいという方はですね、私と一緒に前の画面、私また映しながらやりますので、これに合わせてですねやっていこうと思います。で FX のインターフェースはこういう感じになってます。でもうかなりシンプルにですね、多くの方はキーワード検索を、遺伝子をこう、例えばですね、遺伝子の名前をこう入れていくわけなんですけど、これ何文字か入れるとですね、3文字4文字入れるとこんな感じで保管してくれます。今私ペルオキグラムで、ペルオキシグラムで入れたんですけど、ペルオキシゾームなんとかっていうのがあって、なかなかちょっとスペル何だったっけなみたいな感じでもですね、ここまで入れるとこんな感じで出てきて、そうだそうだこれだみたいな、ペルオキシソームみたいな感じ、こんなようなテキスト検索ができるようになっていますし、これを使っていただいても構わないですし、あとはですね、大きくこのトップページに出てるのが主な検索方法なのかなと我々が考えてトップに出してるんです。あとはもう今回テーマであるところの組織特異的遺伝子の検索です。これ臓器の絵が10個あります。で主にメジャーなグループとして10個。であと細分細かく見ていくと計40個あるような感じになっていて、これマウスをですね上にこう臓器の上に乗せていきますと、それぞれまたこの細目が出てくるようになってきてます。例えばここなんかだと血管系とかですね、動脈とか静脈とか。リンパ節とか出てきますし、ここは見てその通りで、脳ですよね。脳の部位もうちょっと細かくいろいろ分かれてますけど、あとはこの辺だと消化器系とか、そういうような大きな括りで今十分類があります。であとは、オントロジーとか、遺伝子のファミリーですね、ドメインサーチみたいな
のとか、あとジーンオントロジーはその機能別ですね、どういう機能を持った遺伝子の集まりなのかっていうのでグルーピングして検索ができるようになっています。あとはまあ染色体別とか、まあ、大きく分けてこの5つがですね、主にレフェックスで検索する動線というふうになってます。で今回は、組織特異的遺伝子を検索するっていうテーマですので、今2番をやります。画面中央の組織特異的遺伝子に発現する遺伝子を見るですね。で今回はじゃあ例として肝臓をクリックしますので、肝臓を探しますと、肝臓これですね、下の段の左から2番目にありますけど、肝臓って出てきますので、ここをクリックします。まあ、そうするとですね、まあ、こういう感じで今、肝臓特異的レフェックスに載ってる、もので肝臓特異的遺伝子っていうのが1265個ちょ出てきた、ヒットしたというふうになってます。ここまで大丈夫ですかね。でこの肝臓特異的遺伝子っていうのはどうやって出してるんだっていうところ、ちょっと気になる方いらっしゃると思うんですけど、もし気になる方はですね、この組織、あ、ごめんなさい、使い方っていうのが下の方にあったと思うんですけど、これですね、レフェックスの使い方、これの一番下の方ですね、下の方に組織特異的遺伝子っていうのはどうやって出してますかっていうのの答えを一応書いてあります。でちょっと細かいですね、細かいというかかなり結構難しい、なんか赤い池情報量基準とかなんかこうわけわかんないこと書いてあるんですけど、要はですね、その組織特異的発現っていうのはどういう状況かっていうのを皆さん考えていただくと、他の臓器では全然もうゼロみたいな量しか出てないんだけど、例えば今回の例だったら肝臓だけでバーンと出てると。でこれって例えばその統計学的に言うと結構外れ値っていうんですかね、他が全部ゼロなのにその組織だけ例えば100も200も出てるみたいな、まあ、そういうような外れ値をこう判定するようなプログラムが実はもうすでにあってですね、論文にもこうなってるもの手法があるんですけど、まあ、これを単純に我々が載せてるデータにですね適用してあらかじめ計算をしてあるということですね。でその外れ値の度合いでランキングがだいたいこうできて、まあ、それの順で今並べているというようなことになってます。なので、今ティッシュスペシフィシティハイっていうことで相当されてるので、これが今一番ティッシュスペシフィシティがそういう意味、この計算をすると今のところ高い、計算上高いっていうのは今この一番上から順に並んでるというふうなことになってます。でこの順番っていうのはですね、この辺で変えられます。で例えば低い順から、肝臓特異的なんだけどそんなにティッシュスペシフィシティは高くないよっていうと、こういう感じですね。まあさっきのと見比べると全然一目瞭然だと思うんですけど、こういう感じですね。あ、で今この表示をしているのはジーンチップのデータを元にして算出していますので、ここを一応見てください。これジーンチップですね。でこれをローとかにすると、まあ、こんな感じですね。ここの肝臓の値っていうのが他に比べてまああんまり突出して高いってわけではないんだけど、一応判定上この辺も入ってくる。この辺はだから生物学的にそれが正しいかどうか、肝臓特異的遺伝子として認めていいのかどうかっていうのはまたちょっと別の議論なんですけど、まあ、データとしてバイアスのないデータとしてはこうだったよって、まあ、そういう目安にしていただければなと思います。あとはですね、まあ、この辺相当適当にポチポチしていただくとそれぞれ変わってくるんですけど、まあ、例えばジーンチップの発現量が高い順に並べてみる。特異性は無視してですね、この特異組織特異性があったよってものの中からジーンチップで測定をしたら一番高かった順にすると、ちょっとまた順番がこう変わったのが分かると思うんですけど、まあこうなりますし、例えばいや私はジーンチップの発現量は信じてないよと、ケージのデータしか信じてない、例えば RNA シーケンスのデータしか信じてないよって場合は RNA シーケンスの発現量の高い順みたいにして並べ替えると、またちょっとリストアップされてくる遺伝子の順番が変わるというような感じになっています。
で先ほどあの測定手法によって癖があるっていう話をしたんですけど、これまさにそういうことで、ジーンチップって結構この辺なんか、あ、なんで出てるじゃないみたいな、他の組織でも出てるじゃないと思われる方いらっしゃるかと思うんですけど、これと例えば RNA シーケンスを見比べてみると、なんかちょっとね、 RNA シーケンスだと、あ、まあ確かにこれは肝臓特異的だわっていうところをご納得いただけると思うんですけど、ジーンチップに関してはなんで少し出てるじゃないとかってこう思うかもしれないんですけど、これはやはりその測定手法の違いの最たる例で、あの RNA シーケンスはシーケンスをしているので、そのトランスクリプトが出てきてない、シーケンスできないと当然ゼロなんです、ほぼゼロなんです。であれば出るんですね。なんですけど、これマイクロアレイやったことある方はご存知だと思うんですけど、マイクロアレイってあのあれですね、手法的にそのシーケンスではなくてハイブリダイゼーションをしてるっていうところがあるので、どうしてもそのバックグラウンドが高くなってしまう、ハイブリダイゼーションのバックグラウンドが高いので、なんか出てるように見えるんだけど、これはただ単のあのバックグラウンドなんですね。で、まあでもバックグラウンドはあるにしても、まあ、肝臓で非常に高いので、あのこれはこれでいいと思うんですけど、っていうように、まあ知らない人が見るとですね、これだけ見るとちょっとミスリードしちゃう可能性がもちろんあって、そういう意味で、あのいろんなこの4つの手法、まあ代表的な手法なんですけどを見比べると、まあそれぞれどういう、例えば EST なんかはかなり昔からレガシーな方法でやられてるってですね、すげえ測定臓器なんかも多くていいんですけど、やっぱり昔の手法ってことなんで、どうしてもそのシーケンスクオリティが低いとか、あとサンプルの状態があんま良くなかった当時のデータが乗っかってるとかっていうことがあるので、例えばこの辺少しこう高いわけですね、骨格筋系とか血管系で高い風にまあ一応見えるんですけど、これは果たして本当なのか、もしかしたらシーケンスのエラーとか、まあ、サンプルが実は全然混ぜこぜになっちゃってたものを測定してたなんていう、結構そういう意味でクオリティの低いデータが入ってる可能性もなきにしもあらずなので、まあ、その辺合わせてですね、こう見比べてみると初めてこう分かってくるような、例えばこれが全部全く一緒であればそれかなり角度の高い情報だと思うんですけど、まあ、必ずしもそうじゃないよということがありますので、まあ、その辺をですね、こう実験手法間で見比べるというようなことで役立てていただければなと思います。すみません、余談になりましたが、今だいたい3番ですね、ソート項目の切り替えですとか、あとそうですね、絞り込みとリストへの追加って書いてあるんですけど、ソート項目を切り替えてどのように結果が変わるでしょうかはやりましたね、まあ、大体皆さん分かったと思います。あと絞り込み検索なんですけど、これはどうやるかというと、この左側のバーがありますけれど、検索条件ってとこあります。で、肝臓特異的といってもですね、1200件もありまして、これ1200件全部人間の目で見ると結構大変なので、じゃあ私が見たいやつは、まあ、肝臓特異的で、例えばじゃあ遺伝子の名前になんかリバーって含むやつが欲しいんだとした時に、じゃあどうするかっていうと、この遺伝子名のところをクリックするとですね、遺伝子名による絞り込みっていうのが出てきます。でここにリバーって打っていただいて、含む場合はインクルードです。で逆にエクスクルードの場合はそのリバーを含まない方ですね。で今回は一応含むの方にしたいと思いますので、インクルードを押します。そうするとこんな感じでインクルードのところにチェックが入りますので、でこの条件で絞り込みします。そうするとでも1200件もあったんですけど、遺伝子名に含まれるのはなんと13件しかないということが、で13個だったらなんとなくね、人間の目で一個一個見ても大丈夫そうなんですけど、まあ、こんな風に簡単に絞り込みができるようになっています。じゃあさらにせっかくなんでエクスクルードの方もやってみたいと思うんですけど、今度じゃあこのソルートっていう単語を除外するということなので、これた、多分ですね、こうやると相当ですね、ティッシュスペシフィシティ範囲のままだとこのソルートキャリアなんとかっていうのが結構上にこう出てくるので、これはもう知ってるから消したいと、まあいうよ、まあ、そんなようなあのニーズがあった時用の、設定ですが、これに
ソルートって言ってですね、エクスクルート同じですね。でこれだとリバーを含んで、遺伝子名にリバーを含んで、ソルートを含まないっていう条件ですね。そうするとちょっと上に出てきた2件だけだったんですけど、まあ、13件から11件になると。まあこういう感じで遺伝子名にこう名前なん、自分がある程度想定している遺伝子の名前なんかがある場合はですね、あとドメインの名前とかあると思うんですけど、まあそういうのがある場合はこの辺うまく使うと、あの余計なものを見なくて済むということがありますので、この辺活用いただければなと思います。あとは先ほどのその実験手法間の話をしたんですけど、あのここに必ず含むデータセットってあります。やっぱり4つ全部揃ってなきゃなかなか信用できないっていう方もいらっしゃると思いますので、これをじゃあオールというところにチェックを入れると、11件から10件になっただけなんですけど、あの今ここに出てる10件っていうのは全てのこの4つの実験データセットを全て含んでいるデータセットがこう簡単に出てくる。で逆にですね、あの私は RNA シーケンスしか信用してないということなので、まあ、ジーンチップも信用してないとなれば、例えばじゃあ RNA シーケンスだけあればいいよっていう場合は、ここに RNA シーケンスだけにすれば、ちょっとこれ結果がですねちょっと面白くないんですけど、また11件に戻っちゃいましたけど、まあ、こんな感じで RNA シーケンスだけのデータで、あでごめんなさい、今回ちょっとまだですね、あの組織特異的でこう縛ってるので、どうしてもジーンチップのデータは入ってきてしまいますので、ちょっとそれだけ注意していただきたいと。で今度もう来週ぐらいに、来週再来週ぐらいにバージョンの次が出る予定なんですけど、それではジーンチップと RNA シーケンスでそれぞれ組織特異性を計算したデータっていうのを載せる予定ですので、ちょっとこの辺また仕様がちょっと変わると思うんですけど、もう少し使いやすくなったやつを出せると思います。はい、ということで、あとはまあじゃあこれで OK だということであれば、これをですねダウンロードっていうところが右上にありまして、これを押すとあのタブ区切りのテキストでこのリストをですね、この例えば今の10件11件が結構肝になりそうだっていうことであれば、あのこの辺データをですねダウンロードして、例えば Excel なんかでこうお手元の Excel で見ることができると、まあ、そんなような感じになっています。でまあ大体そんな感じですね。でリストへの追加はちょっとこのあと、このあとだとやんない、ちょっとこのあとにしましょうか。でこれがですね一覧ページなんですけど、ちょっと一回トップに戻って、もう一回、あこれですね、必ずこのレフェックスのこれ家紋のマークなんですけど、家紋を押せば必ずトップに戻りますので、なんか変な動きが気に入らないなと思ったら、ここピッと押せば必ずトップに戻りますので、そしたらもう一回検索し直してみてください。そうするとちょっと元に戻ります。それで今各遺伝子の青字の部分って書いてあるんですけど、 FX はですねトップページ検索一覧で、あとは個別ページ、ここですね青字の部分っていうのは個別ページ、この3構成なんです。トップ、一覧、個別、もうこれをずっと行ったり来たりするような感じで、もう単純に使えるようになってます。で個別ページに行くと、その遺伝子についてですね、まあ、こう40分類のデータ、展開したデータはもちろん見れますし、あとそれ以外にこれですね、ボディーパーツ 3D っていう、これも実は DBCLS で開発維持管理しているサービスなんですけど、これ人体の3D 画像っていうのをですね一個一個メディカルアーティストという人が書いてですね、それをこう再構成できるサービスがありまして、医学部とかだとこの辺結構萌えな人がですね結構いらっしゃるんですけど、帯広畜産だとどうでしょうね、まあ、こんなちょっと外れるんですけど、まあ、こんなようなサービスがあってですね、こう精密な人体のこう 3D 画像をですね、これ全部書いてるんです。書き起こしをしてですね、でこれを再構成して使えるみたいな、そういうサービスがあります。
ちょっと興味があるかどうかわからないんですけどまあこのようなのもあり、これ結構まあ普通にこうポチポチやってですね、あの遊ぶだけでも結構楽しいんですけど、ちょっと操作感が独特なんですけど、なんかこんな感じですね。こんな感じでこう動くわけです。でこれ実はその 3D の座標のデータを持ってますので、なんかこれの足の使い方としてですね、あのいわゆるあの 3D プリンターって今ちょっと出てきてるじゃないですか。何でもこう形を作れる、それの入力データに使えるっていうなんか例があってですね、あのなんか外国の物好きな人がこれを使ってあの人間の耳を 3D プリンターで作ったとか、足を作ったとかっていうのをブログに上げてて、おーみたいな、僕らも驚いたんですけど、あこんなのができるんだみたいなまあそんなようなのがあのできるような、まあ、そういう精密な 3D のモデルがあります。でそれをですね使って、僕らはまたちょっと別の使い方をしててですね、もう人体の正常組織のデータベースなので、じゃあ体のこれ肝臓なので、皆さん、まあ、まあ誰でもね知ってると、まあ、ここですよ肝臓、わかるんですけど、例えばじゃあそれが何でしょう、膵臓ってどこだったっけとか、腎臓ってあれこの辺だったかな、もっと上だったかなとかって、結構わからない臓器なんかもあると思うんですけど、それをですねこう発現量でマッピングをしてるんですね。でこの遺伝子の場合だと肝臓でかなり特異的に出てるので、他の臓器では真っ青なんだけれども、肝臓だけでかなり赤く出てるという風な、まあまあ見てすぐ一目瞭然なんですけど、まあこういうのが見えるようになって、まあ視覚的にこう、まあ人のデータの場合ですね、あの見れるように。で、こうアニメーション表示なんかを押すとこうくるくる回るんですね。で、例えば腎臓なんかだと結構こう前の臓器に隠れちゃって見えなかったりするんですけど、まあくるくる回すとこう背中側の臓器なんかもよく見えるみたいな、そういう感じですね。これ今体幹の部分ですけど、あと例えば脳のデータなんかだと、やっぱり脳の部位って結構分かる、海馬ってどこだっけとか、あの脳幹ってどこだとかっていうような、専門家でもちょっとね分かんなくなっちゃうところがあると思うんですけど、まあ、今回ちょっとこれ肝臓のデータなんで真っ青なままなんですけど、例えば脳のデータなんかを見ると、脳の結構奥の方だけがこう赤くなってるみたいなのデータが見えるような、そういう感じになっています。はい、今7番ですね、7番をやりました。まあこれはどっちかっていうと、まああのお飾りに近いんですけど、まあ、右側のですねこの組織40分類データっていうのがあの本ちゃんで、これが実際あの10分類から展開した全ての40分類のデータが出てますので、これですねバーの上にマウスカーソルを乗せると、この発現値が出てきますので、まあ、大体こう目安になるんではないかなと思います。でこれはですねこのままこの40分類のこの遺伝子の40分類だけダウンロードすることができまして、それはここのダウンロードボタンでできます。はい、今8番と9番をやったので、次10番ですね。これは何を言ってるかという、下の方はですねそれぞれその遺伝子のいわゆる ID の情報をその他もろもろが出てます。でまああのこの辺は先ほどの遺伝子の ID ってなんだみたいなところでいろいろ解説をしているところがあるので、まあ、この辺はちょっと解説を省くんですが、一個ですねこのプローブセット ID っていうのがあります。これあのマイクロアレイやったことある方はちょっと見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、これはあの HGU133+2 っていうアフィメトリクスのジーンチップのデータ、マイクロアレイのデータなんですけど、もうそれのプローブセットの ID なんですね。でこれを押すとどこに飛ぶかと言いますとですね、こういうサイトに、ちょっとなんか謎のなんか Google っぽいサイトに飛んできたわけなんですけど、これもあの DBCLS が作っているサービスで、あのいかがわしいサービスではなくてですね、これググるなと読みます。なんだお前さっきググれとか言ったじゃないかと思うんですけど、今回はこれググるななんです。これはちょっと冗談のような本当の話でですね、例えばこういうプローブセットの ID をこれ
よくですね ID ググればいいじゃないとかってこうあのいろんな先生言うと思うんですけど、これプローブセットの ID をググってもですねなかなかそのよくわかるようでわからない情報ばっかりたくさん出てくるんですね。でこれ何が調べられるかというと、こんなシーケンスの配列が出てきてるんですけど、これ実際にその転写産物、これはですねあのレフセックってあのかなり高精度なキュレーションされたあの NCBI のデータベースがありますけど、あのリファレンスになるシーケンスですね あのデータベースがありますけど、それのどこの部位にアフィメトリクスのプローブが設計されているか、つまりどこの発現量を見ているかっていうのが実は簡単に調べられると、これありそうでなかったサービスなんですね。でこれさっきは、フィブリノーゲンアルファチェーンだったんですけど、当然ヒットしたのも人のフィブリノーゲンアルファチェーンのトランスクリプト、しかもこれなんかよく見るとバリアントのアルファ E ってやつのメッセンジャー RNA にヒットした。でヒットしてかつこう下の方に書いてあるんですけど、お尻の方にプローブが設計されてるのでっていうことまで分かってしまうと。まあ例えば個別の研究してる方は、例えば私はこの上の方の発現が実は重要だと思ってるだけど、例えばマイクロアレイをやっちゃうとどうしてもここの発現量しか出てこないので、実はその同じ遺伝子の名前は語っててもですね、あの全然違うデータが出てきてることもあるわけなんで、意外にこういうのを見てみるとですね、あの見落としてたというか勘違いしてたケースなんかも結構ありますので、まあ、こういうのもちょっと余談に近いんですけど、あの調べてみるとですね、あの思わぬでこれを調べようとするとなかなか大変ですので、そういう時はGoogle なを活用していただければ一発で出てきますので。でこれ用のソフトではなくて、 Google のは実はあのこういうことなんです。遺伝子を Google のように検索できるサイトですということなんで、まあ、何でもかんでも Google とですねあのノイズが混じるということなんで、遺伝子こと遺伝子に限ってもう何でも調べたいって場合は Google 検索をするよりも Google なで Google みたいな、ちょっとよくわかんないんですけど、まあ、そういうような感じでやっていただくといいんじゃないかと。例えばホメオボックスとかっていうタームで検索をしてみると、例えばホメオボックスジーンなんて入れてもですね結構いっぱいいろんな情報が出てきちゃうんですけど、これなんかだとこのエントリーにですねホメオボックスってこう含む箇所がこう、まあ、ハイライトされるわけなんですけど、まあ、こんな感じで出てきて、かつ、まあ、その配列も取れるというような感じになってますし、あとは例えばまあフレーズ検索なんかもできますね。ダブルクォートで囲ってやれば、例えば RNA インターフェレンスなんてやれるとこういう感じで、まあ普通の Google と一緒ですよね、フレーズ検索みたいな感じです。あとはまあこの辺は普通なんですけど、あと例えば何でしょう、リファレンス文献情報の中からフリーワード検索って書いてあるんですけど、このあのレフセックのレコードって実はその遺伝子が初めて見つかった論文みたいなのも情報が出てるんですね。なのである遺伝子についてこう有名な論文がここに載ってるわけなんですけど、まあ、それをの著者の名前を知ってる、なんかこうビッグネームを知ってるとしたらですね、その名前で検索をしてみると、まあ、こんな風に出てくる場合もあります。これあの作ってる人間がですね内藤っていうので、今内藤が例になってるんですけど、まあ、内藤さんっていう人が王さんになってる論文だけでも、まあ、28000エントリーぐらいあると、3万ぐらいあるということですね。あとは今言ったマイクロアレのプローブ ID もそうなんですけど、アミノ酸の配列解析あの検索もできますし、いわゆるこういう短い10マーぐらいの塩基配列も実は簡単にこうやって検索ができて、これ今まで例えばブラストとかもうちょっと知ってる方だとブラッドサーチとかっていうのをやってたと思うんですけど、例えばこう何でしょう、プライマーを設計して他にこういろんなところに当たらないようにチェックするなんていうことをやってたと思うんですけど、まあそんなようなこういう短い配列もですね、このほんのもう1秒かからないぐらい 0. 数秒で検索結果が返ってきますので、まあこういうのをうまく活用するとですね、そういう細かい何ていうの雑用の時間が減るというか。
というふうなところで活用できると思いますので、まあ、この辺ぜひちょっとまた話が外れましたけど、こういう便利なサービスもやっております。でこれをですね作った時にまず言われたのは、なんだただのレフセックサーチかよって言われたので、やっぱりですね多くの人はゲノムを調べたいわけです。そうするとこういうのも作りました。ゲゲゲノムと言います。ゲゲゲノムです。でちょっと前にあの某 NHK のドラマでなんかジェジェジェとか流行ったので、ジェジェジェノムって呼ぶ人もいたんですけど、まあ、どっちで覚えていただいても構わないです。ゲゲゲノム、ジェジェジェノムですね。でこれはもうさっきのゲノム版です。さっきはトランスクリプトだけだったんですけど、今回はもうゲノムにもう全部やっちゃうと。でこっちはまあゲノムなので、そのミスマッチとかギャップの数なんかも考慮して検索できるようになってます。まあ本当単純にですね、こういう塩基配列をポチって押してやると、まあ、ゲノムのどの箇所にあったかなんていうのがもう超高速に、超絶高速に返ってきます。これはあの他のですね、あのブラストとかでやったら本当に大変な時間がかかっている作業なんですけど、それを克服してですね、あのいろいろできるようになってます。で今のところ搭載しているゲノムはここに載ってます。でこの辺はですね、一応まあもう全部載しちゃおうよって話もあるんですけど、まあ、ゲノムがある生物に限ってはあるんですけど、まあ、やってる人間がちょっと一人だっていうところもあるので、どうしてもこれは載せてほしいっていうのがあればですね、このアットメソ博士っていうのがあります。これが開発者の内藤なんですけど、内藤のツイッターアカウントなんですけど、ここにですね、これないんですかみたいなのを、ツイートするとですね、運がいいと対応していただきます。運がいいというか、そのタスクがねなければ、リクエストがあったということで優先的にやっていただけると思いますので、私のやってる生物がないじゃないかと思われた方はですね、ちょっとこの人は変な顔になってますけど、本当にいいお兄さんなので、ぜひですね、あ、そうそう、こういうお菓子が好きな人ですので、ぜひリクエストしていただければ。でこの間ちょっと実はこれアジャックスって書いてあるんですけど、東大の農学部でですね、NGS 即習コースっていうのを実は今日もやってるんですけど、そこでまたググルナを先週紹介したんですけど、みんなで一斉にですねググルナでやっても落とすことはできず、この人は監視をしてたんですけど、落とせたかなみたいな、残念だったなみたいな、そういうなんかこうまあ、結構こう、まあ、僕らそうなんですけど、結構ツイッターでこんな風にいろいろ情報をつぶやいておりますが、時々ねあんかけ片焼きそば食べたいとか言ってるんですけど、まあ基本真面目なというか、はい、やっております。なので開発者に直接、まあ、メールするのもちょっと大変だと思いますので、ツイッターでですねやるのが一番楽かなと思います。はい、すいません、ちょっと脱線しましたが、まあ、こんなようなのもありまして、でちょっとごめんなさい、レフェックスに戻ってきましたというわけですので、あとはオーソログの対応なんかも一応、これ今人なんですけど、ここの生物のアイコンが3つありますが、これをポチポチ押すとそれぞれデータが切り替わってマウスとラットとなります。でそれの今回のこのフェブリノーゲンアルファチェーンのオーソログとしてマウスでもエントリーが1つで、ラットだと3つある、まあ、そんなようなリンクになってます。はい、ということで、じゃあちょっと1個ですね、1個手前に戻って、最後リスト機能がありまして、これは何かというとですね、この一覧のページで結構こうデカデカと出てるんですけど、リストに追加するっていうボタンがあります。これも何でもいいんで、適当にこうポチポチこう押してってみてください。そうするとここのリストを見るっていうところが、数字がこう今3つ私押しましたけど、3つって今出てますね。これAmazon の買い物リストみたいな、ああいうイメージですよね。こうポチポチ押していくと、なんていう、一旦こうリストに追加されて保存されるみたいな。
でこれあのブラウザを閉じない限りはずっとキャッシュで保持してますので、他のページに移っても大丈夫です。でこれはどうやって使うかっていうと、まあ、こう入れといてですね、後で例えばじゃあ今これ肝臓特異的遺伝子で3つ追加しちゃったんですけど、例えばデータベース的には同じ画面に1つの画面に出てこないんだけど、私自分としては注目してる遺伝子が例えば3つあった時にとかに比較をしたい時に役に立つわけですね。例えばじゃあこの3つ突っ込んだ遺伝子がそれぞれ全然何の変哲もないつながりのない遺伝子だったと仮定をしてですね、比較をするっていうことなんですけど、でこういうリストのページに行くと、でこれ今ね画面のあの都合上ちょっと3遺伝子までしかちょっと比較ができないんですけど、比較をしたいものをこう3つ選びます。でそしてから、遺伝子を並べて表示と押しますと、こういう感じでですね、比較画面が出てくるわけです。でそうするとこれ今ちょっとですね例としてふさわしくないんですけど、肝臓特異的遺伝子3つ並べちゃったんでなんか面白くもなんともないんですけど、これが全然そのいわゆる FX の検索画面で1つの検索クエリで出てこないようなものが3つでも自分はつながりがあると思ってるような遺伝子があった場合に、例えばじゃあ発現パターンはどう違うのかなんていうのはもちろんこう見えるんですけど、こうですね横の比較がこうできるんですけど、まあ、下の方を見ていくと、まあ、こういう ID の情報ももちろんあって、で発現量とですね同じぐらい大事だと我々が考えているのはこの遺伝子ファミリーのアノテーションの状況の違いだったり、ジーンオントロジーのタームがついてる状況の違いっていうの、実はこれ一覧できるサービスってあんまりないんですね。なのでまあ、これなんかもですね実は一ついい例で、これあの肝臓特異的遺伝子で実はこう発現パターンが共通してるっていうのはこう見ればわかるんですけど、で遺伝子のこの機能辞書であるところの遺伝子オントロジーはじゃあ同じものがついてるかって言われると必ずしもそうじゃなさそうだっていうのがこうわかりますよね。これ一列に並んでるように見えるんですけど、この横線引っ張ってるところはあのこの遺伝子については例えばこれだとブラッドコアギュレーションっていうタームがついてるんですけど、隣の遺伝子にはないですよっていう意味なんです。それぞれ一列分でこう一つの言葉が同じものがあると思うんですけど、横になければその遺伝子にはそのタームはついてない、つまりその機能があるっていう報告がされてないっていう意味合いですね。なのでこの左側の遺伝子は多分ブラッドコアギュレーションに関係する機能を持っていることがある程度知られているんだけれども、隣の2つに関しては多分その機能はない、報告されてないっていうことなんです。なのでひとえに肝臓特異的遺伝子で発現パターンをこう眺めると、なんだ一緒じゃん、なんか特に何の変哲もないなと思うんですけど、こう機能をですね横で比較をしていくと意外にその働いてる箇所が違うっぽいっていうことがジーンオントロジーを横で比較すると分かるんですね。例えばこの辺なんかもちょっと分かりやすいんですけど、例えばレスポンス・トゥ・ストレスとかウンド・ヒーリングとか傷が治る、肝臓って結構こう再生する臓器だって言われてますけど、多分おそらくその辺に関係してる何か一翼を担ってるような多分遺伝子なんだろうななんていうのが、まあこっちもそうですよね、レスポンスとウンディングぐらいまではついてるんですかね。こっちはかなり主役っぽい、こっちも働いてるんだけどどっちかっていうと脇役かもう少し補佐的な感じなのかな、いや分かんないですよこれ全然私の妄想ですけど、とかだけどこの真ん中の遺伝子についてはその傷を治すところにはほとんど関与してないというか、関与することが今のところ知られてないっていうことが分かるので、これがもっとですね例えば発現パターンが全然違うんだけど例えば逆のパターンで働きはすごい共通してるところが実はあるよねとかっていうのを見つけると、私だけが考える仮説が出てくるわけですよ。
これがですね、先ほど私が言ったこれです。この不詳な遺伝子群の機能だったり関係性を調べる、まさにそういうことじゃないですか。発言パターンは全然違うんだけど、自分が例えば何か実験をした時に共通で上がってきた遺伝子が実は組織では全然点でバラバラの発言を示すんだけど、こういうので見てみると機能は実はここが何か怪しいと思ってるところが共通してるんだっていうのが分かったとかっていうと、何かそこからじゃあもしそうであればこういうことが考えられるかなみたいな、そういう仮説の立て方が一つできるんじゃないかなというのを目指してこういう機能をつけました。でこれのはですね、こういうの見たことないですか皆さん。これ実はあれですよ、何でしたっけ、価格ドットコム、電化製品とかこう見るときに比較しますよね、スペック比較をね、テレビとかね、40型で何十万でね、なんとかの機能がついてて、あれを僕は見てた時にこれ遺伝子でやったら面白いんじゃないかなと思ってやってみたら、ちょっといい感じに、ごめんなさい、ジガジさんで申し訳ないんですけどこういう感じになったわけです。なので遺伝子も価格ドットコムなんです。比較をして初めて分かる良さが見えてきたりですね、するわけなんです。なのでちょっとこの辺ですね、使っていただいて何かお役に立てればいいなと思って開発をしております。ということなので、すいません、ちょっといろいろ脱線をしつつ話をしたんですが、今これ12番をだいたいざーっとやりましたということで、ちょっと時間を取りますので、自分の研究テーマに関連するとか、自分の何か検索したい遺伝子名だったり、いろんなポチ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 押してみながらですね、やっていただくといろいろ見えてくると思います。で今度 のバージョンが新しくなるって話をしたんですけど、今度はですね、細胞株とか、あと初代培養細胞のデータが新しく入りますので、これ組織だけなんですけど、そうではなくてもう少し広がったデータにを閲覧できるようになると思います。組織だと例えば何でしょう、そのいわゆる ES 細胞だとか iPS 細胞だとかの発現パターンで調べられないんですけど、今度はそういうのが入ってくるので、こういうようなインターフェースでそういった有名な細胞株ですとか初代培養細胞のデータも見れるようになると、そういう予定ですので、ぜひちょっとピンときた方は使っていただければなと思います。でちょっと使っていただいて、なんかこれよくわけわかんないんだけどっていうのがあればお受けしますので、でちょっとやっていただきながら、ちょっと時間も結構だいぶ来ましたので、バイオ GPS はちょっと割愛しようかなと思うんですけど、ちょっとレフェックス気に入らないなという方はもう全然構わないので、それはそれで OK ですので、ちょっとじゃあそういう場合はバイオ GPS をちょっと触ってみてください。これはアフィメトリクスのマイクロアレイだけなんですけど、いわゆる今僕が言ったですね、細胞株とか初代培養細胞株のデータなんかも結構入ってるデータベースなので、今のところそっち iPS 細胞を調べたいとか ES 細胞を調べたい場合はこちらで調べるしか今のところはないですけど、調べられますので、例えばナノグって有名な遺伝子ありますけど、ナノグとかね、オクト4とかああいう SOX2 とかね、山中ファクターみたいなやつのが本当にじゃあ ES 細胞で出てんのかよなんていう時はレフェックスで今のところ調べられないので、そういう場合はバイオ GPS の方で調べていただくとすぐに出てきますので、ちょっとこっちもですね、ご興味ある方は触っていただいて、ちょっと5分ぐらい時間を取りますので、45分ぐらいまでちょっとポチポチ動かしてみてください。 Myo GPS は私の前で適当にやりますけど、そういえば Myo D じゃない方がいいですかね、ナノグにしましょうか。ナノグ
思う。新しくなってるこれ。なに。ちょっと今見たらバイオ GPS のデータもですねアップデートされていました。ので例えばさっき言いましたけど、あの人のデータを見たいなんて時にですね、プライマリーセルアトラスっていうのが新しく追加をされていて、これなんか見たら9月の5日に出たばっかりっていう、ちょっと私も見落としていたんですけど、こういうのがどうやら出たようですね。でこれを見てやると、これナノグなんですけど、 ES 細胞とか、この下はですね iPS 細胞なんですけど、それぞれ例えばファイブロブラスト由来なのか、ファイブロブラストからそこから iPS 誘導したやつみたいな感じで、いろいろ割と最近のデータが見れるようです。これはなかなかいいかもしれないですね。あとティッシュステムセルとかね、いろいろ書いてますね。まあこんなような、もしこの辺を見たいという方は、今すぐ見たいという方は、あの今のところ多分世界でこれしかないので、これを見ていただくといいのかなと思います。発現地は、それぞれちょっと方法によって違うんですけど、どうやって、あ、そっか、それちょっとまだ書いてないんですよね。それをちょっと書こうと思うんですけど、あの一応ある程度なんて言うんでしょう、あの特にどっちマイクロ RNA ですか、それとも RNA シーケンス、あ、そうですか、ある程度まあ了解標準っていうか、まあ簡単にできるようなあのプロトコル、そんな変なとんがったプロトコルは使ってなくて、マイクロアレだとジャスト RMA とかを使って正規化して出したりしてます。そうです、データセットは一つというか、まあ、一つの一連のシリーズを全部正規化をしてやってるという、そういうイメージですね。
大体よろしいでしょうか。あとじゃあ45分ぐらいありますので、ちょっとじゃあ隣にで、あのバイオ GPS についてもちょっと僕チャラッとやっちゃいましたけど、こっちの方がどっちかって細かく割とちょっと難しいので、細かくプロトコールとして書いてありますので、これを見ながらやればですね、ある程度できるようになってます。で、一部さっきあのデータが新しくなったなんて話をしたんですけど、まあその辺ですね、この辺から読み替えていただければできますので、こちらも試してみてください。で、じゃあ次にですね、これ今一個一個の遺伝子の発現状況ですとか、その関係性を調べるなんていうような使い方でしたけど、もうちょっとですね、大規模に、まあ、数百数千みたいな、結構人間の手ではこう一個一個目では追っかけられないようなものをですね、ウェブツールを使って生物学的に解釈をすると、まあ、そういうようなツールがありますので、今日午前中のケッグの話がありましたけど、まあ、あれにも通ずるような話ですね。結局その実際のどういう場面で使うかって言ったら、やっぱりどのパスウェイが結構優位に上がってたかとか、優位に上がっそのパスウェイで上がってたっていうのはどういうことなのかっていうのを考えるのが、結局そのデータ解析の肝になってくると思いますので、まあ、そういうのをまあ丸めて言うと、まあ生物学的解釈というふうに我々呼んでますけど、まあ、じゃあそれをどうやってやるのかっていうのを、まあ、実例を交えながらやっていきたいと思います。で、結構簡単なお手軽コースがですね、このデイビッドっていうソフトがあります。これここをクリックしてですね、開くとこういうインターフェースが出てきますけど、なんか何の変哲もない感じのサイトなんですけど、これ非常に便利なんで今日はこれを使っていきます。で、一応通り一辺倒の話としてですね、そのマイクロアレイ実験でちょっと書いてますけど、まあこれ NGS と読み替えていただいても全然構わないんですけど、まあ、結局のところその大規模にこうガサッと地引き網みたいにして取ってくるマイクロアレイ実験ですとか NGS の実験は割とそういうね、一本一本こう釣りをしてですね、釣り上げるんではなくて、もう網でガワーッと取ってきてそこから考えるみたいな、そういう実験なんですけど、まあそういう場合はですね、まあ、何をじゃあするためにそれをやるかって言った時に、単純化すると、まあ、実験条件によって得られた、まあ、ある一定の数の遺伝子群っていうのはなんかこうそれぞれ出てくるわけですね。で、それがじゃあなんでそうで発現が上がったのかとか下がったのかとかっていうのを、じゃあ生物学的に何の意味があったのかっていうのをそこから知るっていうのが大きな目的の一つです。まあ、なんですけど、ここにちょっとポンチエみたいなのがありますけど、小さいですねこれね、プラスがないぞ、ちょっと皆さんお手元のあれで見てほしいんですけど、結局こう例えば測定をするわけですよ。測定をしてなんか生データとかってこう発言強度がこう出てくるわけなんです。さっきご質問いただいたのもそうなんですけど、それを例えばじゃあ他と比較するためには正規化をしてとか、まあ、グループ間比較をしてとかクラスタリングをしてとか、まあ、いろいろやるんですけど、ここにですねあんまりこうバイオロジーはないんですね。どっちかっていうとこう算数の数学的な、まあ、統計解析って言いますけどに過ぎないんですね。で、実際にじゃあここから出てきた何かそういった遺伝子のリスト、まあ、クラスターとか言いますけど、まあ、それがじゃあなんでこれが出てきたのよっていうところをまでやらないとですね、それは生物学じゃなくてですよねっていうところの話ですね。なのでまあこれをやらないとやっぱりしょうがないよっていうところなので、生物学的解釈をしましょうと、便利にしましょうというところが趣旨です。で、いろいろ方法はあるんですけど、そのマイクロアレイの結果に先ほどから出てきているそのレフェックスでも使ってますけど、ジーンオントロジーっていう生物のその遺伝子の機能の辞書みたいのがあります。で、ジーンオントロジーはその生物種問わないんですね、共通語彙なんです。
だマウスで A っていう機能があったら人にも A っていう機能は同じにしましょうっていう、まあ、そういう試みで、まあ、そんなの当たり前じゃないかと思われるかもしれないんですけど、ちょっと前までこのジーンオントロジーができる前はですね、それぞれの生物種のコミュニティでそれぞれ適当に言ったら悪いですね、それぞれ独自の機能注釈をしてたんです。そうすると比較できないんですよ、人とマウスで。でマウスでもそのマウスとちょっと種が違っちゃうと比較できないとかっていう、そういう業界もあったりしてですね、それではちょっと困っちゃうだろうっていうので、こういうジーンオントロジーっていう共通の語彙を作ろうっていう試みが始まってます。なのでこれを使うと、まあ、便利だよというところなので、今日はこれを、まあ、これプラスだともう少し今日は結果とかもやったので、まあ、その辺の情報も入れながらちょっと考えていきたいなと思います。でここからはちょっとクイズ形式というか、マル秘遺伝子リストっていうのがあります。でサンプルデータとしてですね、僕はこれ用意してます。で NCBI-GO っていうあのマイクロアレイとか、そういう大規模なデータのレポジトリがありますけど、ここから、まあ、皆さんでも自由に公共データとしてダウンロードすることができるデータを使ってます。でこのデータっていうのは、ある実験の前後2群間、ある実験をした群とコントロール群ですね。で、実験をして優位に発現が減少した遺伝子群のリストを上げてます。これをですね、右クリックしていただいて、まあ、ダウンロードしていただいても構いませんですし、新しいタブで開くとですね、まあ、こういう味気のない数字の羅列が出てきます。なのでダウンロードしていただいても構わないですし、このウェブページ上で全て選択コピー、これだけでも OK です。しておいてください。で、じゃあこのデータっていうのはどのようなデータから、実験から得られたデータなのかというのを、先ほどのデイビッドを使ってですね、推理すると。まあ、本来実際の研究の進め方としてはちょっとおかしな話なんですけど、ある程度そのデータをもとに考える、考察することの一つのその練習というか、練習問題としてですね、やってみたいなと思います。それでは実習の3番ですね、デイビッドを用いて発現データの結果を生物学的に解釈するということで、先ほど開いたデイビッドがあると思いますけれども、まずですね、スタートアナリシスっていう左上にありますけれども、ここをクリックします。そうするとですね、リストをペーストしろって言われます。ここですね、左側ですね。なのでここに先ほどコピーした謎の数字の羅列を貼り付けます。でダウンロードされた方はこの Choose File from a File っていうところから、ここでファイル名入れてですね、アップロードしてください。そしたらば次はステップ2、セレクトアイデンティファイアって書いてます。結局そのこれは何かの ID なんですね、これきっと一個一個が。なのでこの ID は何ですかって聞かれてます。でデイビッドの優秀なところはですね、この ID が多種多様な ID に対応しているということなんです。まあ、ざーっと見ていただければ分かるんですけど、まあ、上からアフィメトリクスっていう、まあ、結構有名なねマイクロアレイのベンダーの ID もありますし、あとアジレントの ID とかありますね。あとアンサンブルっていう、これはヨーロッパの方の有名なゲノムブラウザありますけど、まあそれの発行してる ID でもいいですよとか、あとは何でしょうね、有名なのでジェンバンクのアクセッション ID でもいいよとか、あとはそうですね、イルミナの ID でもいいよとか、まあ、結構もう多種多様な、レフセックですね、レフセックでもいいよとか、いっぱい出てきますので、まあこれ実際にやるときはご自身のお手元にある遺伝子の ID を選んでいただくと。でもしなければ ID を変換するっていうこともできますので、ちょっとそれは後でやりますので、まあちょっととりあえず置いておきましょう。で今回のはちょっと答えを言ってしまうと、このアフィメトリクス一番上です、そのままでいいです。アフィメトリクスの
3プライム IVT ID というのを選択してください。で最後に、リストのタイプを選びます。でこれ2つあります。Gene のリストとバックグラウンドのリストとありまして、で多くはまあ Gene のリストだと思うんですけど、実際にこう検索する統計解析をするわけなんで、その募集団みたいなのを自分で決めたいという場合が出てくることがある場合は、バックグラウンドに実際最初に入れておいてから自分の Gene のリストを入れるっていうことをしますけど、まあ多くは多分そこまでしなくても多分いいんじゃないかと思いますので、このまま Gene のリストのままやってみます。でこれができたらばサブミットします。そしたらまず一つ分かったことがありました。ここに左側に出てきてますけれども、この ID っていうのはアラビドプシスタリアナって書いてます。ご存知の方いらっしゃいますか。白犬ナズナですね。白犬ナズナ、白犬ナズナの学名ですね。なので今投げた ID っていうのは、白犬ナズナのデータだっていうことが分かりました。で数が2928個で、1個ちょっとよく分かんないのがあったということなんですけども、およそ3000個の遺伝子の ID を、まあ、投げました。でこれでもう実はもう全部終わってます。であとは個別のこの辺を見に行きます。ファンクショナルアノテーションツールっていうのを見に行くとですね、もう解析が終わっておりまして、で、まあ、ここからアノテーションのサマリーを見るんだけれども、まあ、ここに乗っかってるようなものから見ていきます。で、今回はですね、ジーンオントロジーで見ていくんですけど、まあ、それ以外にもですね、例えばこの辺プラスボタンをポチポチ押していくと展開していきます。そうするといろんなそのデータベースが出てきてですね、まあ、自分が見てみたいようなデータベースがあった場合はそこから行くのがいいと思いますが、パスウェイズっていうのが中ほどにあってですね、ここに今日やったケッグパスウェイなんかも出てきます。まあ、ただあんまり今回のケースの場合ですね、まあ白犬ナズナのデータっていうこともあるんですけど、あんまりマッピング率が良くない、全体の 15% ぐらいしかケッグのパスウェイにマップできてないっていうことなんですけど、まあ、一応こう見てみると、まあ、どんな感じでマップされたかっていうのが分かりますね。一番上だと、フォトシンセーシスとかですよね。あと下だとカーボンフィクセーションインフォトシンセーシックオーガニズムスとかね、出てきてます。ということで、一応ケッグのパスウェイなんかもここでこうやって見れますので、まあ、パスウェイ関係で追っかけてるって方はこっちの方を見た方がいいかもしれません。あとまあこの辺ポチポチ見ていくと、まあいろいろ聞いたことあるようなないようなみたいなのがいっぱい出てきますので、まあ自分のお好きなやつを選んでやるのがいいと思います。まあ一番おすすめは、私個人としては、まあ、ジーンオントロジーでやるのが一番結果としては分かりやすいのかなという感じが経験的にしますので、一応ジーンオントロジーの方で説明をしたいと思いますが、でこんな感じでですね出てきます。でプロトコール的には、今8番ぐらいまでいってますね。今回はって書いてます。でこの赤くなってるところ3つありますよね。これがもうこれを使いましょう。でこれちょっとよくわかんないんだけどって方もいらっしゃるんですけど、なんかバグってますね。ジーンオントロジーって今日初めて聞いたって方いらっしゃいます？お一人。あ、そうですか。じゃあ皆さん知ってる。実はジーンオントロジーっていうのは分かってる方はもうあれなんですけど、バイオロジカルプロセスっていうのが BP っていうのがあります。その生物学的な機能に関する辞書語彙っ
でもう一つが CC っていうのがあって、これはセルラーコンポーネントなんで、その細胞のその中の極材なんですね。どこでその遺伝子が働いてるかっていう情報の辞書がもう一つで、もう一つがこれモレキュラーファンクションで MF ですね。モレキュラーファンクションなので、その分子的な機能としてその遺伝子がどういう機能を持つかっていうような、その3つなんです。3つ組になってですね、 BP と CC と MF、 この3つを軸に、その遺伝子の機能を規定していると、まあそういうような、ものです。で、BP の1とか2とか3とか4とか5っていうのは、これ階層構造になってまして、大きな概念から小さな概念までこうピラミッドみたいになってるんですね。なので1を見てみるとよくわかんないんです。概念が大きすぎて見比べてみてもらうとわかるんですけど、例えば BP の1と2をですね、こんな風に比較をするとですね、ちょっとお手元でも皆さん見比べてもらいたいんですけど、左側が1で隣が2なんですけど、1の方はメタボリックプロセス、レスポンスとスティミラス、セルラープロセスとか、すごい大きな概念ですよね。代謝経路に関係してるとか、なんか刺激に反応するとか、まあそれはそうだろうっていうようなのが出てくるんですけど、まあ上位概念としては必要な言葉なんです。でもう少し下の階層に行くと、もう少し細かい概念、まあ、機能の説明だったりするんですね。っていうふうにどんどんこう粒度が1から5になるにつれて粒度が小さくなるような、こう構造をしてます。なので、まあ、それぞれ上から見ていくっていうのも一番まあ正しいやり方なんですけど、でこのデイビッドのチームがですね、独自にこのファットっていうのを作ってくれてるんです。でこれもともとですね、まあ、GO はこういう感じで結構複雑なので、昔有志がですね GO スリムっていうのを作ったんです。もう完璧セットみたいな、俺が考える最強の GO のセットみたいなのを作ったんですけど、それが GO スリムって名前で使われてたんですけど、あんまり使いにくかったのかな、何なのか分かんないんですけど、廃れちゃったということで、彼らはそれのギャグとかジョークでスリムに対してファットなんです。GO スリムじゃなくて GO ファットなんっていうことらしいんです。これの説明が実はこのハテナボタンを押すと出てきたんですけど、今なんかちょっとサーバーが向こうバグってるみたいなんで、ちょっとで斧が適当なこと言ってると思われるんですけど、そう書いてあったんで、多分そういうことなんだと思います。なのでこれはだからデイビッドの人たちが考える最強の GO のリストなんですね。なのでまあこの赤いとこだけやればいいよって言ったのはそういうことで、基本的には赤を見れば事足ります。で赤を見てちょっと事足りなければ、他のところを見ていくっていうような手順の方が無駄が少なくていいのかなというような気がします。なので早速 BP ファット、あと CC ファット、あと MF ファット、この辺をちょっと眺めてみましょう。そうするとですね、これ今 BP ファットを見てますけど、フォトシンセーシスなんですね。これはくしくもケッグパスウェイと同じような単語が出てきましたけど、ざーっと見ていくと、まあ、フォトシンセーシスのライトリアクションだとかですかね、あとプラスチドオーガナイゼーションとか、まあまあそんな、あとクロロフィルメタボリックプロセスとかね、こういうタームが上位に来てますね。でこれ上に来れば来るほど、その今回3000個投げましたけど、その中で優位にその機能に関係があるこのタームがついてた遺伝子が多かったっていう、まあ、そういうことなんですね。でそれが多いってことはおそらくですけど、その機能に関係してる何がしかがそのリストに入ってたというような推測になるわけです。続いてですね、じゃあ、この辺ですね、これはこう CC ですね。あ、違うな、これ MF か、これ MF っぽいですね。
ちですね。 CC はこれですね。そうするとプラスチドパートとかね、あとクロロプラストパートとか、あとプラスチドクロロプラストクロロプラストチラコイドとか、ちょっとなんかこう中学高校の生物でこうなんか出てきましたよね。クロロプラストとかね、プラスチドとかチラコイドとかっていう感じですね。これ極材です。それがどこの場所で、発現してる機能してる遺伝子が多かったかっていうことです。で最後に MF ですね。 MF モレキュラーファンクションを見てみると、コファクターバインディングとかクロロフィルバインディングとか出てくるわけです。だいたいこの3枚を、まあ、こんな感じで眺めていくとですね、そもそも我々は何を追っかけていたんだっけということなんですが、もう一回おさらいですが、はい、こういうことなんですね。ある実験の前後2軍間で優位に発現した、あ、ごめんなさい、発現減少した遺伝子群およそ約3000個を今回サブミットしたわけです。でサブミットした時に、まあ、今回のこのデイミットのデータを見ると、まあ、こういう結果が返ってきました。こっちか、こういう感じですね。ということはもともとはどういう実験データだったんだろうということをちょっと考えて、皆さん考えてみてください。で本来は逆で、実験条件はもちろん皆さん分かってるはずで、でこういうデータが出てくるわけですよ。解釈が、生物学的解釈が出てくる中で、分かってることと分かってないことを峻別して、あ、これは新しい知見だっていうような見極め方をするわけなんですけど、まあ、今回ちょっと逆で、こういうデータが出てくるってことはこういうデータだろうっていうのをちょっと、まあ、本来やらない作業なんですけど、まあ、練習として、この結構大きな規模のデータ解析をする時の、まあ、作法の一つとしてこういう感じの練習問題を作ってみたんですけど、ちょっと考えてみてください。まあ、あともちろんさっき結果を見たように他のデータベースを当たっていただいてももちろん構わないですので、いろいろちょっと時間取りますので、これも考えてみてください。でここサンプルデータの答えってとこクリックすると答えが出てきちゃいますので、ちょっとここは見ないでくださいね。で結果、まあ、スクリーンショットですけど、まあこういう感じですよねっていう、これ出ない時用なんですけど、一応まあこういう感じですね。ちょっと 2,3 分時間取りますので、まあ、どなたか分かった方いたらちょっとこれじゃないかっていうのを教えていただければぜひ、いや、あっても合わなくても、合わなくても全然いいので、こういうふうに考えてこうなったんだっていうのは重要ですので。すごい、でもこれ綺麗なデータですね。はい、すごい。でしかも そんなに難しい実験ではないです、もちろん、誰でも知ってるというか、先ほど言いましたけど中学高校の生物で必ず習う生物現象の実験ですね。なのでなんかすごい、例えばなんかここにプラスミドをぶち込んで何とかしたとか、そういう話ではなくて、本当に簡単な実験の前後です。ちょっと植物馴染みがないんだけどって方もいらっしゃるかと思うんですけど、必ず知ってると思います。
ちぼちどうでしょうか。どなたかなんかこんな感じじゃないかなみたいなのが出てきましたでしょうか。まあ大体皆さん恥ずかしがってあんまり発表されないんですけど、もしあればちょっと何の商品も何もないんですけど、もしここじゃないかなっていうところがあれば。じゃあまあ合ってるか合ってないかはですね大して問題ではないので、どう考えてそうなったかっていうのを、例えば、まあ、答えがこれ一応あるわけなんですけど、じゃあそれとなぜこう違ったのか合ってたのか近かったのかっていうのを考えていただくのが重要ですので、まあ、ちょっと解説をしていきたいと思いますが、これはですねサンプルデータの答えをポチッと押しますと答えが出てまいります。そうするとこういう実験でございました。白犬ナズナの植物細胞っていうのがあります。それをですね細胞壁分解酵素っていうのがありますよね。植物細胞なので細胞壁があるわけなんですけど、その細胞壁を分解する酵素で処理をするとですね、いわゆる細胞壁がなくなった植物細胞ってプロトプラストとかってこう言うんですけど、あ、写真がちょっとないですね。まあ、なんかこういう、まあ、こういうウィキペディアにもエントリーがあることがあるんですけど、このプロトプラストって結局何かっていうと、いわゆるあれですよ、カルスになるやつですね。その後増殖してカルスになる。で、まあ、ある園芸的には例の挿し木っていうんですかね、継ぎ木っていうか、まあ、そういうようなところで、まあ、昔からよくやられてるし、もうかなり枯れた話なんですけど、いわゆるその植物細胞の脱分化っていうんですかね、これカッコして書きましたけど、植物細胞の脱分化前後のデータなんですね。なんでそんなことが分かるんだってことなんですけど、で、まあ、この答えを知った後で、じゃあ今度このリストをもう一回眺めてみると、例えばこう、まあ、一番大きなヒントってやっぱこのフォトシンセーシスっていう GO のタームなんだと思うんです。でこれが、実験をして減少した方に入ってたってことは、何かその機能を脱分化っていうぐらいなんで、機能を失うんですね。で植物細胞の働きっていうか機能っていうのは何かといえば、やはりこれしかないんですね。まあいろいろあるんですけど、まあ、一番大きなのはやっぱり光合成をすることなんですね。葉っぱの細胞の役目っていうのは。でそれを細胞壁をなくしちゃうと、まあ、こういうことができなくなるわけなんですっていう考え方なんですね。であと、まあ極材なんかの話ももちろんそうで、まあこういうねプラスチドとかクロロプラストとかっていうのが、いわゆるその光合成を担う場所だったり器官っていうんですかね、だったりしますよね、っていうようなことでつながってくるというふうに、まあ、答えが分かるとですね、あ、なんだみたいな話なんですけど、まあ、これが皆さん頭の中で今ある程度の答えを持ったと思うんですけど、まあ、その時にじゃ何が違ってたのか、まあ、むしろちょっと惜しかったのか、まあ、皆さん心の中でいろいろ思うところあると思うんですけど、まあ、結局データの解析ってこういう作業で、合ってんだか合ってないんだか分かんない、これは今答えがありましたけど、こっからじゃあ実は今まで知ってたような知らなかったデータが実は入ってる可能性があるんですね。ずっとリストを見ていくと、え、なんでこんな、例えばですけど、なんでこんなタームがこんなところに出てくるんだろう、出てくるはずないんだけどなっていうのが実は見つかったりするのが、大規模データ解析の楽しいところで、ね、先生も知らないデータが実は入ってたりとかっていう場合がまあまあある。今まで常識だと思ってたようなのが実は入ってないとか、実は入ってたとかって、なんで入ってるんだろうって言ったら、実はそれは新発見でしたみたいなことがまああると非常にハッピーなんですけど、で逆にこれ今ちょっと私は意地悪な出し方をして、いわゆる脱分化っていうと結局その多能性を獲得すると、もう一回その分化能を獲得するわけですよ。植物ってポキッてって土に植えたらもう一回入ってくるわけじゃないですか。
あれは結局そのいわゆる哺乳類でいうところのね、皮膚の細胞を iPS 細胞にしましたっていうのと結局ちょっと近いところがあって、で植物は昔からそういうことは知られてたんですけど、動物はないって言われてたんですけど、動物でも実はいろいろやればできるよっていうのが分かったのが山中先生の偉いところで、ノーベル賞も取られたということなんですよね。なのでこれ実は上がった方、これ載せなかったんですけど、下がった方よりも上がった方の方がちょっと面白そうじゃないですか。もしかしたら iPS なんだっけ、山中ファクターみたいなのの植物細胞版みたいなのがあっても良さそうですよね。どうですかちょっとドキドキしませんか。あ、こういう感じなんです、データ解析って。あ、じゃあもしかしたらあるかもしれないよねっていう思われた方は、あのこの辺、あ、ちょっと元ネタを出してないんですけど、あのこういうデータがありますので、あのちょっと探してみてください。で、あの上がった方もですね、データ解析できるようになっておりますので、あの上がった方、まあ、下がった方はもちろ なんか脱分化のもう一つ の側面であるところの機能を失うっていうところで、もう一つは機能を失う代わりに、分化能をもう一回再獲得して、もう一回こう発生が進むというか、再生するって言ったら新しいんですかね、していくというような方に、その細胞の運命みたいなのが変わるっていうような現象なわけなんですけど、それのまあ裏付けというか一つの例になってますということなので、まあ、皆さんあのマイクロアレイ解析とかやるかどうか分かんないんですけど、まあ、自分のご自身のデータももちろんそうなんですけど、こういうパブリックのデータがいっぱい転がってるわけなんです。なのでこれを使わない手はないんですね。もう自分で実験しなくてもいいかもしれないです、予備検討みたいなことは。なのでご自身 の自分のご自分のテーマに近いようなパブリックのデータを探してみる。まず探してみて使えそうだったら落として使、あの自分で解析してみると、あの余計な実験を、あと研究費を使わなくていいかもしれない。パブリックデータはただですから、そういうところをですねうまく使って賢く研究ができると非常にいいんじゃないかなっていう。で我々もそういうパブリックなデータをうまく使って、あのライフサイエンス研究をこう進めていこうっていうので推進してますので、まあ、講習会でもこういうような内容で、解説をしているところです。はい、ということで基本的にはこのデイビッドをですね使えば結構いろんなことができそうだなっていうのはどうでしょう、皆さん感じていただけたんではないかと思うんですが、すいません、はい、そのタームに関係しているような遺伝子が、はい、そのどういったものかっていうのを、はい、さっきのこのこれは、モレキュラーファンクションのやつになっちゃうのかな、だと思うんですけど、これごめんなさいちょっと説明しなかったんですけど、この右の方に行くと、そのじゃあ構成している遺伝子がいくつあったのかみたいなのが、あ、これじゃないですね、出てきます。ジーンズだったかな、あ、こういう感じですね。でちょっと植物の遺伝子の名前とかってあんまり決まってないのとかが結構あって、ちょっと白いナザーだと参考にならない可能性があるんですけど、これ例えば人のデータだったりするときっちり名前がついてたりしますので、例えばじゃあこれのね、ここは何でしょう、コファクターバインディングかなんかだと思うんですけど、まあそれに関係するじゃあ一個一個遺伝子を見ていって、今まで知っていたやつがもちろん入ってるのを確認したり、あとは入ってないやつが、あ、今まであんまり想定してなかったようなやつが入ってるかもしれませんし、まあ、そんなようなのを細かく見ることもできます。はい、ということなんですが、まあ必ずしもですねこんな綺麗に出るケースがばかりではなくてですね、まあ、あんまりうまくいかない、なんかちょっとイマイチだなっていうような時に、いわゆるセカンドオピニオンみたいな感じでですね、今似たようなこういういわゆるエンリッチメント解析とかっていうんですけど、できるツールがまたありまして、パンサーって言います。で、まあ、こっちをですね、まあ、いわゆるセカンドオピニオンで使ってみるのも手ですって書いたんですけど、まあ、これも先ほどのレフェックスとバイオ GPS の話と一緒で、まあ、向き不向きというか
使いやすい使いにくいっていうのはそれぞれ皆さんあると思いますので、どちらでも多分いいと思います。なので、まあちょっと両方使ってみてですね、ピンとくる方を使うというようなのでいいと思います。で、一応パンサー紹介するんですけど、パンサーは弱点があってですね、サポートされてる ID が少ないっていう致命的な弱点がありまして、結構みんなほとんどの人はここで挫折をするわけなんですが、でもどうしてもパンサーでやりたいって方がいらっしゃいますので、そういう場合はまあできないことはないので、いわゆる ID 変換みたいなことをすれば可能だ。 ID 変換って別にこれだけに限らずですね、みんな結構いろいろやりたがるニーズが多い話題の一つなんですけど、まあちょっとそんなような例がですね、実はこれもみんな大好きデイビッドでできてしまうという、そういう話なんですね。で、先ほどデイビッドにリストを入れたままになってると思うんですけど、これの続きから実はできます。ID 変換はスタートアナリシスをクリックした先の、書いてありますね、こう、そうするとやってみましょう。スタートアナリシスをクリックした先ので、リストが残ってればちゃんとこういうふうにまた出ます。で、出ない方はもう一回リストをアップロードしてみてください。で、これの下の方、これですね、ジーン ID コンバージョンツール、もうそのものズバリです。で、これをですねやれば一発で、そのまま、ここのオプション1の項目を変換したい ID に変えましょうって書いてますので、これですね、ここを押すと、で、今はアヒメトリクスの3プライム IVT の ID なので、じゃあ今回はこれを、アントレジーン ID 上から10番目ぐらい、これにじゃあ変えてみましょう。これはパンサーでも対応している ID なので、これをですね選択して、でもあとはサブミットトゥーコンバージョンツールをやれば何のことはなく簡単にですね ID の変換ができるというふうになってます。で、これちょっと時間かかりますけど、これ以外にも出てきましたね、ここにちょっと書いたんですけど、バイオマートとかっていうツールがありまして、これも超絶便利なんですけど、今日はちょっと時間の関係で紹介しないんですが、これはすごい便利ですね。データを取ってきたり交換したりもろもろやるのにすごい便利です。で、まあ、データを見るとか ID コンバージョンするとか、あとシーケンスを取ってくるなんていうのも非常に簡単にできて、例えばある遺伝子の上流線ベースを、染色体1番のやつだけ全部取ってくるとかって、そういうことができちゃうんですね。それ一個一個ポチ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 やってたらもうね、日が暮れちゃうっていうか、もう大変な時間がかかるんですけど、人の全遺伝子の、上流2000ベースを持ってきてとかっていうのをポチ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 クリックしていくと、選択していくだけで手元に全部データが手に入るんです。今そういう時代なんですね。っていうこういうソフトもあるんですけど、まあ、これも統合 TV でそのやり方を紹介してますので、そっちの方が良さそうだなって方はこっちやってみてください。で、あとまあ別のツールでデイビッドでもできるよっていうのが今回の話で、そうするとまあこんな感じでリストが皆さんの方も返ってきてますかね。で、今2928個をそれぞれやって、全てうまくいったと。うまくいかない場合はこの辺にダメでしたとかっていう風に出てくる場合があるので、まあこの辺ちょっと気にして見てみるといいかもしれないですね。で、これそれぞれ from のところが元々のアフィメトリックスの ID で、それがアントレジン ID に変わりましたよという風になってます。なので、これをダウンロードすれば、これはタップ区切りで手に入ります。なんですけど、余計な行が入ってきてるので、そこは吉野にちょっとこう切り取ってですねいただきたいんですけど、まあそれを変換済みにもうすでになってます。お料理教室方式ですね、変換済みマル秘遺伝子リストっていうのがありますので、これを全部選択してコピーして持っておきます。で、あとはこのパンサーに突っ込んでやるということなんですけど、
これはもうじゃあまた順番通りに、あ、ごめんなさい、私今コピーって言ったんですけど、確かこれねコピーするとできないんですね。パンサーはなんかいけてなくてですね、ちょっとやってみますが、ダウンロードした方がいいと思います。先に言っときます。これ、ね、ま、変換済みマル秘遺伝子リストは名前をつけてリンク先を保存しておいてください。確かできないんです、これ。あれ、できた。この間の講習会はなんかできなくてですね、ちょっとよく分かんなかったんですけど、なんか一応なんかこうセパレートでスペースかカンマ入れろみたいなの書いてあって、これ書いてないんで、それでうまくいかなかったような感じだったんですけど、あれ何だったのかな、あれは。あ、そうですね、ごめんなさい、別の方をやるとこんな感じで出てこないんですね。でこれ何かっていうと、やっぱりこれが問題っぽくて、なのでこれですね、ちょっと一回消していただいて、でアップロードの方でやりましょう。AFFITGeneID っていうファイルですね、これをアップロードの方にして、あとはまあ適宜皆さんこれを見ながらやっていただきたいんですけど、 ID リストを選んで、生物種はアラビドプシス、 ID リストを選んで、生物種はアラビドプシスですね。それで、先ほどと同じようなそのエンリッチメントアナリシスの場合はスタティスティカルオーバーリプレゼンテーションテストっていうのを選んで、これですね、下から2つ目でサブミットをすると、まあいろいろ出てくるんですけど、ちゃんとリストが選択されているというのを確認したらばフィニッシュと。で今これが7番ですね。次にセレクトリファレンスリストを選びますって書いてあるんですけど、まあ基本はこれこのままでいいと思います。であとはどういうサーチのオプションがいろいろあるんですけど、まあこれそれぞれこう切り替えて何がどう違うのか、これなんか Go のバイオロジカルプロセスだけで今話をしますけど、まあそれ以外にモレキュラーファンクションで見たいとか、セルラーコンポーネントで見たいとか、あとこれパンサーはですね、彼らがまた独自にそのパスウェイのデータを作ってるんですね。なのでこの Go じゃちょっとダメだっていう場合は、このパンサーパスウェイって方をやってみると、またちょっと新たな切り口というか局面が見えてくると思いますので、その辺をちょっと試してみるといいんじゃないかと思います。一応今回はバイオロジカルプロセスのままでやります。そうするとどのような Go タームが出てきてるでしょうかとか、またそれらをデイビッドと比較してみましょうっていうことなんですけど、答えが分かってからこれを見るとですね、ちょっとどうでしょう、答えが分かっててもこれ見てもちょっとよく分かんないですよね。これはまさにさっきのジーンオントロジーの問題の一つで、うまく整理してあげないといろいろノイズが入るんですね。なのでさっきのデイビッドの GoFat は結構偉大だっていうのは、この辺を見ていただくと分かる通りで、意味のないとまで言ったらちょっと悪いですけど、タームがですね上位に来ちゃうんですよね。なのでこれからちょっとですね、自分でこう抜き出さなきゃいけない作業があるので、あんまりその Go 解析のありがたみが薄まっちゃっててですね、あんまり良くないと。でこれ別にそのパンサーが全部悪いわけじゃなくて、たまたまこのデータセットだとこういうふうになるんですね。でこれ統合 TV でも解説してるんですけれども、こっちはまた別のデータを使ってます。実はでこっちは今度脂肪細胞の分化過程で発現増加した、
上位500個の遺伝子群のリストっていうのをやってるんで、こっちでやってみるともうちょっとですねリーズナブルなデータが出てくるので、ちょっとなと思われた方はちょっともう一回トップに戻ってですね、違うこのもう一個違うやつがありますので、これですね GSE1657 ってやつですね、これにちょっと切り替えてみて、でこれはあの人のデータですので人に変えてサブミットします。そうするとですね、2回目にやったやつは脂肪細胞、人の脂肪細胞を分解誘導した時に上がった遺伝子500個投げたわけなんですけど、もうちょっと分かりやすく なった感じがします。上から2番目にリピッドメタボリックプロセスなんで、脂質代謝に関係しているものが多かったよとか、あと上から6つ目ぐらいにリピッドトランスポートとかファッティアシッドメタボリックプロセスとかっていうような感じで、ちょっとこうあなるほどっていうような、そうだよねっていう納得するような感じの並びにはこうなるので、これもだからやはりデータセットとの相性もありますし、あとまあ皆さんのその使い勝手の相性もあるので、まあ、両方こんな感じで同じデータセットを投げてみて、こっちがいいなあっちがいいななんていう、あとまあ自分のそのある程度ね仮説にのっとった感じで結果が出るんであればそっちの方がもちろんいいですし、まあそんな感じで合う合わないがちょっとありますので、いろいろと、で結構これなんかも全部無料で今チャラッとやりましたけど、もうね30分ぐらいでできる仕事なので、実験の合間にポチポチやるだけでも全然ね、実験の待ち時間にやるだけでもできますので、まあこういうちょっとコンピューターに仕事をしてもらうっていうのもいいことだと思いますので、まあこういう感じでですねいろいろ使っていくというようなのが一応皆さんに覚えて帰っていただきたいメッセージというかになってます。であとですね後半なんですが、ちょっとこの辺先ほどもお話ししましたが、ご興味ちょっと良さそうだな、いけそうだなって思われた方は、実際にじゃあ NCBA の GEO っていうレポジトリがありますけど、そこからデータを実際に検索をしてみて、で生データっていうのが落ちてます。機械から出てきた出たての何も手を加えてない生絞りみたいなのがそういうデータがありますので、そういうデータを取得する方法ですとか、でそこからじゃあどういう、例えば単純なものでも構わないんですけど統計解析をしたり可視化をしたりするっていう、まあそういう一連の手順がありますけど、まあその辺なんかも一応過去に東欧 TV でも取り上げてですね講習会でもやってました。ただ結構これ見てみると分かる通り結構分量的に大変な量があるので、最近はもう皆さんに持ち帰って興味のある方だけやっていただく形になってるんですが、この辺もちゃんと作ってますので、もし興味ある方はですねこの辺を見ながらやってみていただければで必ずできるようになりますので、やってみてください。